はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はちょっとこういう感じで久しぶりに喋る動画を撮ろうかなと思うんですけど、まあ、内容は、まあタイトルにある通り、今の COD e スポーツシーンの現状についてと、あと、まあ、ちょっと今後のモダンフェアシーズンの活動についてちょっと話そうかなと思います。ですね、まあ皆さんご存知の通り、あの某ウイルスですよ。某ウイルスって言いますね。あの某ウイルスの名前を言うとなんか YouTube 的に良くないみたいなので、ちょっと某ウイルスって言うんですけど、まあそれのおかげでこう COD シーンがほぼほぼ、まあ、壊滅状態になってます。でまず海外からなんですけど、まあその CDL ですね、 Call of Duty リーグの話についてなんですが、プロシーンについては今シーズン全部オフラインがなくなりました。でオンラインのみになりました。まあ、今まではその各地の世界中のこう各地で、まあ、そのプロリーグの試合をこうオフラインで、ね、やってたんですけど、まあ、それが全部なくなり、まあ、オンラインのみと。でこうなったことで何が起こったかっていうと、その、まあ、今までアマチュア部門の方はその各地でこう、まあ、プロリーグの大会もやりつつアマチュアも同時にそこでやってたんですけど、まあ、それもなくなったんですよね。だからプロリーグの方はオンラインでやるけど、もうアマチュアの方はもう、まあ、実質なくなった感じなんですよ。まあちょこちょこオンライン大会もしかしたらあるかもしれないけど、もう実質アメリカのプロ以外はもうモダンフェアシーズン終了っていう感じなんですよね。今実際こう APAC のオーストラリアとかのはもうほとんど交流戦をやってないのが、現状です。次にあの国内の話なんですけど、国内も、まあ、前に発表があった通り、日本代表決定戦のオフラインの決勝が、まあ、某ウイルスの影響で中止になりました。でこれがその、まあ、中止って発表されただけで、もう一応その今後例えばオンラインでやりますよとかもないんですよね。もうだから本当に中止っていう、もう状態なんですよ。まあ、もしかしたらあるかもしれないけど、まあ、実質今はない状態ですね。まあ、オンラインの大会も今後あと1回2回あるかどうかなっていうのが、まあ、本当、まあ、現状で。次にまあ僕たち視点から話すんですけど、まあ、まずその日本の国内のその COD チャレンジャーズの世界大会の出場を決める日本の大会が、まあ、オフラインはなくなりました。でオンラインも、まあ、あるかもしれないっていう状態、あと1回2回あるかなっていう状態で、そしてその CDC の、 その世界大会のオフラインもなくなっちゃったから、いわゆるもう世界大会にがないんですよね。もう僕たちがアメリカに行ってやるっていうことがもう実質今年はないから、まあ、それを一番の目標にやってたんで、それがないんですよね、このシーズンも。そういう中で、まあ、今と同じ練習時間、毎日まあ5時間とか8時間とか交流戦とか研究とかやってっていう時間 を使うっていうのは、まあ、かなり厳しい状態して、まあ、そういうことをこう踏まえた上で、まあ、今後の話なんですけど、結論から言うと、次の日本の公式大会の何らかしらの発表があるまではちょっと交流戦を一時休止します。まあ休止するって言っても全然 e スポーツ活動、まあ普通にコミュニティ大会とか出たりとかはすると思うんですけど、選手活動がっつりやってた時は、まあ、できなかった、まあ、動画配信とかの方にちょっと力を入れる時期にこうシフトすると思います。まあ、今回のこの決定にいろいろ思う人もねいると思うんですよ。練習しないのとか大会出ないのとかいろいろあると思うんですけど、まあ、もちろんね僕たちも練習だけするなら、ね、したいですし、まあ、大会ももちろん出たいんですけど、現状日本の大会もねこう分からないし、世界大会もなくなっちゃったんで、もうなんだろうな、選手だけの活動をやってるわけにはいかないんですよね。まあ、自分たちも生活もあるし、キャリアもあるし、あともちろんねその選手として以外の仕事ももちろんやってるんで、いろいろ、まあ、動画配信もその一部に入ってるんですけど、大会ないのに練習だけしてたら生活もちろんできないんですよね。でもともと僕もその目の故障から休止してストリーマーになって、だけど
それでも選手活動、選手大会に出たかったんで、ストリーマーからまた選手に戻ってきたんですよ。だでもその分あの選手に戻ってきたから練習に時間割かないといけなくて、まあ、動画配信とかあと他のね、仕事も減って、まあ、実質収入は減ってるんですよね。だけど大会に出たかったんで戻ってきたわけなんですけど、まあ、現状その大会もかなりなくなって、まあ、少なくなったっていうこの状態の中、さすがにね練習だけしてるっていうわけにもねいかないので、まあ、本当今後これからもっと長くゲーマーとして活動していくためにも今回のこの、判断に至りました。なので、まあ、その辺もちょっとね、まあ、ご理解いただけると嬉しいです。というわけで、まあ、ファンの方々からすれば逆にこの期間はかなりこう動画配信とかチームの動画配信とかがね増えたりとかすると思うので、まあ、皆さんのこう目に見える活動は増えると思うので、まあ、ちょっと応援よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。ちょっと前に僕の PC が配信中にぶっ壊れちゃってちょっと今配信できてないんですよ。こういう話したらなんで動画配信してないのって思われるかもしれないんですけど、そう PC がね配信中にぶっ壊れるっていう事件が起きちゃったんで、まあすぐまあ新しい PC は調達できると思うんで、まあまた配信と動画再開すると思います。じゃあお疲れ様でした。You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready.